本日はちょっと前から気になっていた町、中華料理店へ訪問。場所は茨城県結城市にあります。市街地になるかは分かりませんが、比較的込み入れたところに店舗はあります。駐車場が店舗西側に数台分あるので車でも安心。本日の訪問は中華料理宮原屋さんです。では参りましょう。11時オープンなので時間ぴったりにお伺いしたのですが、先客、ご近所の方々でしょうかね。すごく地域に密着しているのが分かります。さてこちらがメニューとなります。麺類からご飯ものかなり豊富ですね。毎度注文で悩みますが、だいたい食べるものって決まってきますよね。こちらが宮原屋さんの営業時間になります。定休日も記載ありますので注意してください。さて注文はまずは餃子。これは見るからにうまそうです。で餃子の相方は、はい、カツカレー。ちょっと予想外の攻め方。ではいただきましょう。比較的カツは厚め、大盛りにしていないため全体的には少なめですかね。カレーは少し甘めですね。甘いカレーが苦手な人は注文しない方が良いでしょう。そして餃子の皮が非常に薄く、具がぎっしり。これは見た目通りうまいです。さあどんどん食べ進めましょう。まあ餃子とカレーどうかと思いましたが問題なし。個人的ですがお米の水加減が良い感じ。まあ料理もできないので偉そうにって感じになりますが、カレーに合っている感じがします。カレーもうまいけど餃子も美味しいですね。皮のせいなんですかね、具材ですかね。食レポできないのが見ている方に申し訳ないですな。気になる方はぜひ足を運んでみてください。はい、完食。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。